決勝1回戦が難入しました。ドラがロマン、親はコウ、現在55,000点。はい、コウはね、無傷でさっきからな、そうなんですよね、言ってるので、たまに打ったら1000点なんでね。リードしてからの主導権の握り方がすごいですね。国士が見えます。うん、あ、ここで引けなかったんで何種ですか。9種ですね。九種、九種ありますよ。まあ流れてもいいし、まあまあっていう国士、ま、間違って成就した。国士チートイですかね。国士チートイ、なるほど。2つ統一がありますから、ね、さあ水島形がいい、はい、いいですね。そしてドラもあるのでチャンスですよね。はい、やっぱ国士気味ですね、はい、もう本一を残したいんですけど、そ う, す、ね、そうすると国士をやめなきゃいけないんで、うん、はい、まあ、国士だけはやめないと。さあ高塚はちょっと苦しい。水島か前山か。さあ三統一、三統一、あ、もう決める、決めてます、決めましたね。ピンズの本一に行ったよという見せかける方法ですね。なるほど。で行っときながら国士行くと。はい、さあ高塚、うん、ちょっと形が厳しいですよね。厳しいですね。おっと、お、あー、いいの引いた、ものすごくいいの引きましたね。いいですね、形良くなりましたね。これはさっきね、おっと、10種、これ決まっちゃいますよ。曲がったら決まりますね。上がったらですよね。上がったら決まります。上がったらちょっとね、だいぶ決まります、ね、何点のトップだって話。いや、しかしやっぱ水島の形が良すぎるんで、さすがにですかね。しかし水島泣けないんですよね、点数的に。ここは被したいところなんで。さすがに国士はないですか。いや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 、ありますけどね。ありますけど。急に小さいこと。あと2枚引けば天敗ですもんね。はい、そうですね。全部2枚ずついるっぽいですよ。ペイ発チュン。そうですね。全部2枚ずついます。あ、これでペイが残り1枚。さあピンズは最後まで出さない。そうですね、プレッシャーをかけてというところですよね、うん、ダフナンが統一なんですね。前山は国士がいるから泣けないんですね。そうですね、想像がまると強いですよ。あ、これも相当強い、伸びましたね、はい、これピンズはできたようなもんですね。そうですね、3色まである、進みましたよ。あ、やばい、イーシャテン、イーシャテンだ、イーシャテンですよ。初とペイですね。初ペイ、ペイ持ってるよ、やばいよ。あれ、初前山、いや、初も2枚ですね。初残り2枚、ペイが1枚。いや、これ知ってたらね、水島チーテン、チーテンじゃない、やチーして、ソース、そうですね。あ、でも水島どうですかね、チーソーとかは泣くかもしれないですよね、うん、一応3900高めあるんで、これはリアンソーですかね、はい、はい、ここもでもやっぱりリーチしたいですよね。ダブナンのみじゃ不満すぎる。そうですね、石橋プロとかがいたら国士だいぶ上がれそうなんですよね。いつもよりも行きやすい、いつもよりも上がり率が狙いやすい。ソースが引けると大きい。初があと1枚、目に見えたあと1枚、ただ目に見えたあと1枚あるんで、逆に言うと。そうですね、目に見えてありますね。さあ天敗あるか。さあしかし高塚が進んできているぞ。高塚か前山がどっちか上がりそうです。あ、こっちも上がりそうですよね。いい3点だ。あ、これでペイ切りますね。これペイはですね、ペイですね、うん、あ、そうか、このペイも危なかった。そうなん、危ないです。今初ヒットペイが死んだ。あーと、あー、間に合った。水島セーフ。間に合ったけど、間に合ったけど、あと1枚あるよ、やばい。風は見捨ててなかった。あー、やばい、あと1枚ある。よかったっすね、今すそこさんって。でも今ギリギリって本当によかったですね。風想じゃなかったら本当に危なかったですね。やべーの行方が気になりますね。いやこう、こんなのはさすがに水島からリーチか声がなんだろうが降りないですから。そうですね、積もったりなんかしちゃったりなんかしちゃったりして。しょ、白、白はイーマンとは変えない。白を手出し、白手出し。いや、これはどうなる。いや、こうの捨て牌が国士には見えないですよね、ちょっとね。もうお前降りてんなと。見えないっすね。あー、これでリャメンリャメン単品。あー、もうペイを引いたら全員切る。絶対切りますね、これ。もうリーチでも切る。うわ、いたー、あー、
った積もった親親親いやーこれはすごいですね。この国士無双親で1万6000オール炸裂しました。まあ、でも中にはね、はい、C1 とか今通った C1 切って転売ってやって先ほど、はいはいはい、まあ、竹野さんが言ったこういうものですと、はい、よろしくお願いします最高位の前山ですと。なるほど。いうこともまあ私は、あでも安い手じゃ流さないよあなたの親は。高塚さんだったね知ってますと。そう確かに。なってたのかもしれない。知ってる知ってる。知ってます。オッケーオッケーみたいな。水島さんに対してね。っていう選択肢もありました、ね。僕の心の中ではそれを名刺交換って言ってます。なるほど。いやでも本当そういう感じですよね。見逃したよ今のリーチってで、はい、手配開けるときに分かりますよねっていうやるときはあります、ね。うん、はい。でも本当重要ですよね。相手もあ、オッケーオッケー分かったって合わせてくれるパターンもありますし、人も、はい、人がたまにいるぐらいですけどね。あ、そんなもんですか。ふーんってやっぱり考え方に違いがあるので、自分でね。俺も水島来たんじゃないですか。いやこれはもうリハンシャン店じゃないですか。これ国士を国士さあ二巡目に置いて国士返しでかいっすよ。でかいですね。親だからね。さあしかも俺頭ないですよね。うわ水島。やばい、頭がないリアンシャンテンっていうとチュンイーピン13面あります。チュンイーピンですね。これチュンイーピンを先に引くと13面があるから13面、はい、チュンイーピン。いやもうこれリアンシャンテンですけどイーシャンテンなんで、そうチュンかイーピン引けばもう転敗したようなもんですもんね。イーピンが山に3枚やばい。チュンは数えません。ええ嘘です。山に1枚です。いやこれチュン引いたらチュン先に引いたらまあチュンかイーピン引くと転敗はもう確実と。はい、ああびっくりした。まあ、まあこれは普通の現象ですね。はい、いやもうこれチュン引きましょう。チュン引いてこうからEピンドーンみたいな。いやこれこの順これは早く張ったら直撃はありますよ。ありますね。でも見逃せる？見逃せないでしょ。あ見逃さないですよ、ね。見逃さないですよ、ね。いや直撃狙うわけじゃないですけど出てくるかもしれない。確かに上がった方がいいと思います。いやこれチュン激アツやばい。ぼかす？ぼかす。キューピン打った。まあどっちでもボケるからいいか。はいはい、ああまあちょっと国士をぼかしたか。そうですね。この順目にキューピンとか打っておくと国士じゃないよって見えるんですよ。いやこれ一応チューンもう手配に3枚あるじゃないですか。あそうですね。だとしてもあうポンは話が違う出る可能性が減った。しかし明らかに1枚ある。コウが持ってきた場合勘とか勘もしないでそのまま切るじゃないですか。だから結構早めにテンパイはいいんじゃないですか。これ今の瞬間でEピン引いてテンパったらリーチもあるんですけどね。確かにあるね。あるあるあるありますね。チュンポンポンカスのチュンで当たりとは思ってない。いや確かにそれも補充、いやこれでもしこれマンズの本一かなんかでリーチしたのかなと思いきや、はい、やばポンカスのチュンで いけあーきたー。ちょっと待ってこれあるよ。でこれ大事なのはコウが止まんないってことですよ。こんなEPそうですよね。そうちょっと待って、ちょっと待って誰がコウEPやばいよちょっと待ってちょっと待って、あこれテンパったあったやってテンパった。うわ、コウが先に上がるか国士が先に上がるか。うわでも2枚しかないよ。あーどっちだセーフ。これ最後のチャンスかもしれない。4% 直マジしびれるよ。えこれこんなことあるの。 4% 直だって多分条件クリアしますよ。そうですね、クリアします。キマ6先手なんでこれEピン地獄。Eピン地獄上がるやばい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 、びっくりする。もう怖い。いや何これこんなことあんの。すごいやばいですよこれ。やばいですよ。いや長年麻雀見てきましたけど初めてです。いつもでもいい。ウーアンだけは本当やめて。こんなこと初めて。あこっち来た。ウーアン。いやこれは大丈夫か。うわこれウーアン消えたし一個やばいやばいやばい。あしかしね水島あれでこれ風じゃないんでね。ちょっとウーアンあと1枚。あなるほど。ウーアン1枚対イーピン2枚。イーピンは風入りじゃない。イーピンの方が多い。こんなのEピン止めろって方が無理だよね。いや無理でしょこれは。いやこれこんなことあんの。Eピンどうよ。あ隣隣って何。危ないって言うかどうか分かんないですけど危なくない一個減らしたいつもでもでかい。これ一応コウに当たんないように、はいそうですね、はいはいはいケアはしましょう。いやこんなことあんの。ただ初出したろうな。普通に国士で割れる可能性もちょっとあります。あこれ6球1テンパイか。いやあリーチも考えてる、うん、リーチするコウEピン掴むサブ6球1。あこれコウさらにEピン打ちます、ね、これはもうEピンは余裕で切るんで。あー3ピン3ピンもいった。いやただこれみんながEピン切るようになりました逆にね。まあ確かにでもサブ6球1出たら上がるでしょ。サブ6球1は見逃す可能性あるんですけど
いやこんなの話なんですよね。もうあリーチ、いやいやでも現物だからリーチはしない、リーチの方がいい ね。いやちょっと待ってちょっと待ってよ、こう大ピンチ、うわー急走現物。いやこれね、ここでやめたとしてもいいピンが出るのがやばいんですよ。あでもこうこれもしかして国士をケアしてる。いやでもこれそうね、水島何よって話ですよね。そうですね、老僧一発って何よ、うん、無筋よ老僧、お前お前なんだよこれ国士。やっぱりさっきの発がね目立ったんですよちょっと。うわーそうですよね。あれでも急ピン現物ですよね。あこれは出ないか、出ない可能性出てきましたね。いやーマジか、リーチでちょっと際立っちゃった。ただ積もればいいんですよ。そうですね、1万6000円、まあ出てもいいですよ別に他から。いやこれあ出ました、ね、出ました、出た出て出て、すごい出た、いやーさあ水島の国士無双48000点、うわー2回目100万上がりました。しかも挑戦権が一番あるのが水島なんですよ。でこうを、ラスにはできないんで7万5000点ぐらい差が必要なんですね、はい、あと3万点ですね。そうですね、今ちょっとでもいや今100万もすごいんですけど、こうがね急走でテンパイ崩したこうってすごくないですか。いやすごいですね、あれ E ピンでも崩してるかもしれないですもんね。いやだから多分これこうはいいピン止まりましたよ、はいはい、だってリーチの現物ですからね急走ってね。そうですね、これはまたこうの長上がる国士も読めてた、ね、長上がる。そうですね、はい、まあリーチがねちょっとその際立たせたっていうのはあるんですけど、まあまあまあ、水島の天敗を、はいはい、ただリーチ来るまでにいいピンは絶対止まらなかったんで絶対止まってないですね。いや麻雀これ何があるか分かんないですね。いや本当にびっくりしました、こんな2ハンチャン連続国士出るとかないっすよ。いやこれ前山はとりあえずお払い行った方がいいです。確かに明るい園田さんでした。明るいというかなんか厳しか的なこと言う言ってましたね、はい、なんで博多弁だったの、厳しか、はい、厳しかでしたっけ、ね、しかも博多じゃないですよ、ね、そうか大阪弁か、そうです大阪兵庫神戸、うん、なんかそんなようなことは厳しか厳しいなみたいなこと言ってるけど厳しかとは言ってなかった。大吾さんがちょっと事実を歪めてしまった可能性がありますね、と2曲です。ドラは嘘、親は今度良さそうでしたね今度ので。そうですね、こちらは太田初賀統一です。もう園田もいい、園田もいいですね、二面つあります。お村上なんだこれは、村上はもう字がたくさん、国士かドラ色の本一かな。そうですね、それかチート一かとか、まあ要は、はい、あんまり、まあ、どうなるかまだわからない、感じで、進めていく。これはいいシャンテンですね、早いですね、はい、これ一応ペーチャなんですけど村上、ペーって泣くんですかね。いや泣かないと思います、まあ、一番なんていうんですかね、まあ、どの道こう結構ダメそうなので村上っていうのはそういう時っていうのは、はい、あの国士って比較的切らないんですよね。でペーってポンした瞬間に切れちゃうので国士の、うん、まあ、の可能性がこの形からだとしないですね。ただトンかなんとか白と初とかを引くと泣くと思うんですけど、うん、そうですよね、もう一個重なったら、はい、昔はそれでも泣かなかったぐらいです、ね、へえ。少数詩が見えても泣かない、あんま泣くイメージないですね。はあ、ここからね少数詩になることも、あ、はい、あこれ泣きます、これ泣きますよね、これはもう泣きと思います、泣きましょう、泣いてきましょう、はい、これは泣くと思うんですけど、でそうすると数層残すとかあります、あるんじゃないですかね、E ピン切って、それで今考えてると思います。そうですよね、はい、実際切りましたね、数杯は一メンツで良さそうだから、はい、別に数層残すそうなんですよ ね、 ね、はい、両面ができた方がいいですもんね、はい、数層が周りの別に役満にならなくても本一なる可能性が結構できたの で、 で、ね、はい、あでも風灰場に切れてるの以外全部山ですね。ですね、何の点もない、はい、楽しみですねこれ、楽しみですね。ただトンナンシャーペ全部、あトンナンシャーかが1枚ずつ、そうなんですよ、飛んでる、あそうですね、何引きたい、そう何を引けるかどうかがだいぶ大きいですね。第3節も園田の小あわや小数詩というような点もありましたね、村上は本当よく役満上がるイメージありますね。そうですか、なんか国士もこっちは第3弦、第3弦数暗号もそうなんですけど、お
そう、関連マン地位から入りました。そこから行く、これは、はい、あのもう本一で行くっていうことですけど、このなんか昔しなかったイメージありますね、この地位ですね。うん、本一に見せた方が少数紙のケアは薄れるっていう戦略があったりするのかなと思ったんですが、そんなこともないですか？これは実際なりづらくなってるので多分ないと思うんですけど、単純に昔ってこう高くて遠い仕掛けなんですよね、よく言われる、はい、で高くて遠い仕掛けっていうのはあんまりやらなかったんですよね、うんうんうん、ただまあ実際は上がれることもありますし、うんうん、まあ、手配のほぼ全部地なので、そうですね、防御力というか、まあ、他の人に攻め返されても大元で仕掛けた方がいいよねっていう感覚だと思います、はい、初を仕掛けている大谷ドラが重なりました。ここカンパーピンのターツを残しましたね、はいはい、これはもう単純にスッチソーが二度受けになるのをそっちの方面からの上がりというのがもうかなり遠いので、それを嫌ったと、はい、ポンできる方がちょっと近いよねっていうことですね。しかしね、近藤がさっきスッチーマンと6球ピンの選択で単ピンになるスッチーマンを嫌っていったんですよね、うん、これ村上の仕掛けを見てたと思うんですけども、そうですね、はい、そう対応してますね。そうですよね、でもこの仕掛けの効果ですよね、実際、うん、全然持ってないんですけど、時代ばっかりで、ね、スッチーマン全然持ってない、なんだ、あ、嘘でしょ、嘘でしょ、ちょっと待って、イーシャンテンですよ。嘘でしょ。で山にザクザク、ね、山にザクザク。全部山だよ。ちょっと待ってください。これちょっと、え、はい、これもう一個はあの比較的何も考えずに出ると思うんですよね。そうですね。はい、あ、でもチーマンが余ったからそもそも本一の天敗かもって思われると出ないとか可能性はある。あるかもしれない。まあ、それも天の言う、あ、でもこれでローワンも出ちゃうとちょっと。重くなるかもしれないですけど、ただでも近藤の手って自分の手が勝負手なんで、はい、近藤は打つと思います。打ちますよね、はい、で太田も打つんじゃない、ドラドラですもんね、そうなんです、ドラドラ、サラダは打たないかもしれないですね。そうですね、サラダのところに行くと止まっちゃいそうですね、もうこうですもんね、うん、はい、どこに行った、ナンシャーペなので、ここで引ければかなりありますね、はい、あの直撃が誰からできるか分かんないですけど、その天敗か、あ、天敗だ、これはリーチ、しかもね、リーチをすると、あ、闇天だ、これを闇天にした近藤です。6球ピン待ち、これは意外だ、で、ね、しかも近藤がもしリーチしてるとね、近藤の代わりになんとシャアがあるんですよ。うわー、そうですね、これはあれですね、あの村上を怖がってってるとしか思えないですね。だから実際ここまで、うん、あの手が入ってるかどうかっていうのはあれかもしれないですけど、まあ最悪満貫クラスの天敗入ってるんじゃないかなと思って拾いに行ってますね。そうですよね、これ、うん、打点効率的には絶対に1かけたいですよ ね、 そうですね、だー、ここに来た、ここに来たら出ない、ここに来たら出ないでしょう。その打はやめるか、はい、おそらく出ないですね。いや、あ、でもこれリーチしなかったおかげで出なかったのかな。そうですね、リーチしたら出そうですね。選択肢がチーピンしかなくなるけど、うん、チーピンが普通に太田さん、そう、うん、いや違うんですよ、多分リーチをして、リーチって近藤が言うと太田パーピンチンしたから結構微妙じゃないですか。なるほど、そもそもそうですね、そもそもそうなんで、そうすると太田にいったシャアが出た可能性がかなり高い。太田は9万とウーソーシャッポン天敗、はい、うん、これ園だからローピン出るかなっていうのもあるかもしれないですね。あと、闇天ですか、園田が降りてるのは分かってると思うんですよね、うん、なるほど、で村上に対して降りてるんだろうなっていうのがあるので、うん、まあ、実際は大谷も当たるかもしれないんで、ベタ折りしてたらなかなか出ないんですけど、それもちょっと見込んでるかもしれないですね、はい、なるほど、そうか。でこの地層は老僧が空切りだったら当たる範囲ですけど、うん、自分が持ってるんで、うん、あ、まあ、地層大丈夫ですね、ったで数層じゃないんだ、ペーだ、大田ペーどうする、ね、多分天敗ですよ、うん、高め8000の天敗、ただこのペーを打つと役満の天敗、これ村上は多分満足の本質だなってみんな思ってると思うんですけど、通り過ぎてるんですよね、なるほど、そうすると自敗がある可能性が高い、はい、やめた、なんであの当たるんじゃないかな
って思って止めてると思うんですけど、すごいですね。え、すごいな。ちょっと近藤の選択も、ね、大田の選択 も、ね、そうですよね、いや、いろいろ面白い。あとね、ちょっと思ったら、さすがですね。うわ、テンパ、うわ、テンパった。ペイ1枚あるよ。でもツモがある、まだ。これ太田が、え、というか近藤にペイ行ったら無理でしょ、止まらないよねこれ。近藤も高め8000の天敗、リーチです、リーチに行った。え、大丈夫これ、角田のシャアは、いや、ただ他に切る牌があるか、あ、キューピン掴んだ、まあ、っていうかここはまあ降りてもそうです、ね、大丈夫なんですけど、あ、で角田もチーピン吐く、チーピン吐く言いそうってあるな、あ、間に合いそうですね、うん、シャアとペイはまだいるぞ、ペイがいるのか、ペイがいる、これはしびれる、いや、これはしびれますね。え、ペイ1枚、ね、ペイ1枚、1枚、ペイ1枚、ペイが1枚、これ6ピンでも結構ザクザクいるんじゃないですか、パーマ、いや、でもこれ守備力すごいね、みんな、このなんだ、あ、キラ2ピン、この太田と9ピン吸収、来た、あ、大丈夫、ペイ、あ、ペイはダメだ、なんと少数し村上の上がりとなりました。太田痛恨の宝珠、まさかこの土壇場で村上に100万が出るとは。3万2000、すごい、なるほど、他になかった顔と、いや、数万があるんですけど、 あともう一個つもがあるのと、まあ単純に天敗ですからね、うん、で数万打った後は確かに切る牌がないんですよね、はい、ね、いやー、なるほど、すごい、まあこういうのあるよな、確かに、ちょっとこの曲はすごすぎましたね。ちょうどなんか村上ってよく役満上がるイメージとかで言いませんでした、はい、言いましたね、予言者かよ、いやいやいや、話ですね、ほんと上がるんですよね、もう決定戦で中連上がってるの目の前で見てるんで、あ、それは僕も目の前で見ました。先ほど2着だった優等から、そうですね、ここを話すだけでもだいぶでかい、まあでもね、トータル2着でもくじ引きがあるんでね、まあ、2着狙いも大事になってくる、そうそう、ボスのくじ引きかかってるんで、うん、結構2着もみんな視野には、いや、ちょっと待って、光る、あ、なにこれ、テンフォだ、テンフォ、テンフォ出た、ずるい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 、テンフォ、なにこれ、マジ、あれ今前に積もりました、トンですか、うわ、すげえ、これコールド、嘘、1万6000円、これやばい、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 終わりや、えぇ、ー、おかよ、おかよ、え、撤収だよ、撤収、だから俺リーチしてんや、何もらったら見てんねん、何撤収やん、これリーチ、これすごい、初めて会った、ちょっと俺当たった、いや、展開してるかもしれないと思って、え、これつまらんね、マジで、うわこれすごっ、紙動画でしょ、無駄に赤赤ですけどね、無駄、しかも高い、これはね、ポンドアドラツモレ、それだけでも、わー、見せつけたね、その人も明日あたり事故に遭っちゃいますか、これ予選の日から来てなかったんじゃないですかね、これやばい、ちょっと電報すごっ、これちょっと見て、ちなみにもう隣の部屋から北千住店待機してるんですけど、めちゃくちゃ悲鳴上げてますね、声がめっちゃ聞こえてくる、キャー、麻雀シリアルチャンネルの動画をご視聴いただきありがとうございます。麻雀に関する動画をほぼ毎日アップしております。チャンネル登録、高評価、 Twitter のフォローなどよろしくお願いします。また概要欄に麻雀プロ団体ライブチャンネルの、リンクを貼ってございますので、そちらもぜひご覧ください。